ロイド・カウフマンは、アメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、俳優である。1945年、ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。父親は弁護士だった。高校卒業後に、イエール大学へ進学した。大学在学中はもともと映画監督志望ではなく、教師を目指していたが、ルームメイトの影響から、学生映画を撮り始める。 1970年代に入ると本格的にキャリアをスタートさせた。1976年には映画スタッフ兼俳優としてシルベスター・スタローン脚本、主演のロッキーなどの作品へも参加している。1974年に映画プロデューサーのマイケル・ハーツと共に映画制作及び配給会社トロマエンターテインメントを設立。同社は対策路線ではなく、 低予算 B 級路線の作品を専門的に制作しており、熱狂的なファンを生んだ。1984年にロイド自身が監督したホラーコメディ悪魔の毒モンスターはトロマの代表的作品ともなり、その後シリーズ化された。シリーズ第2弾の悪魔の毒モンスター東京へ行くは、東京ロケが観光され、日本から関熱勤務なども出演している。 1974年に女優のパトリシア・カウフマンと結婚し、二人の間には三人の子供が生まれている。ありがとうございます。